海上自衛隊の進化する戦力の中心に、今や、もが、身型護衛艦は、欠かせない最先端技術を搭載、圧倒的なステルス性能で他国を圧巻する中、またまたすごいニュースが飛び込んできました。現在年間2隻建造計画ですが、なんと、3隻との情報をキャッチしました。今回は、そんな日本が誇る国家機密の塊、もが、身型護衛艦さらに、建造能力を、加速を詳しく見ていきますね。オーストラリアにも売り込み中で、最も有力で、建造能力が、まさに他国とは違いますしね。それに、フィリピンももが身型欲しいと言ってるとか、言ってないとか。海上自衛隊の最新鋭の護衛艦といえば、この2024年9月の時点では、艦首記号、FFM を付与されたもが、身型がよく知られていると思うが、同型は、昨年2023年8月の時点までに、9番艦、ナトリと、名称未定の10番艦が寄港されている。そして、このもが身型護衛艦は、2023年度の防衛予算において、11番艦と12番艦の新造が確定しており、それぞれ前者が2026年末、後者が2026年度末には収益する見込みとされ、ここまでの12番艦で建造を終える形となる。もっが、身型護衛艦は、1番艦で、ネームシップのもっがみ、2番艦の熊野の両艦が、2019年10月末に寄港されたところから始まり、当初は、最大で22隻を建造する可能性が伝えられた時期もあったが、最終的に12隻に落ち着いた。海上自衛隊の護衛艦としては、ステルス性能の大幅な向上を実現させた、そのシャープな造形が特徴のもが身型護衛艦であるが、基準排水量は3900トン、満載排水量は5500トン、全長が 133.0m、全幅が 16.3m の艦体を持つ。この艦隊にもが、身型護衛艦は、コダグ方式の機関部を搭載、ガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジン2機を組み合わせ、最大出力で7万馬力、最大速力で30ノットを発揮し、乗組員数は90名と消費化が促進されている点も特徴だろう。ここにもが、身型護衛艦は、62口径の5インチ四方1機、マーク41、VLS。垂直発射管を16セル装備することが可能な仕様で、他にも、17式艦対艦誘導弾の4連装発射塔を2機、324mm の3連装単魚雷発射管2機等の兵装を備えている。艦載機としても、SH60kg 哨戒ヘリ1機を、運用可能な飛行甲板と格納庫を完備に備え、さらに、従来まで、8000人の掃海艇が担ってきた機雷の敷設と撤去を行い得る追機雷戦能力をも包括している点が、これまでの護衛艦とは一線を画すものと言えた。海上自衛隊としては、もっか、身型護衛艦をコンパクトながら多彩な任務に対処可能な艦という特性上から、初の国産フリゲート艦である点も踏まえ、新たな艦首記号である FFM を与えて、その特性をアピールしていたように映る。しかし、そんなもが身型護衛艦であるが、前述したように、全12隻での建造の終了が確定しており、昨年2023年8月末には、新型 FFM をもが、身型と同様に全12隻を建造する方針であることが公表され、そのペースも、年間2隻を6年で新造するものと報じられた。この時点で、ハモが身型の後を継ぐ新型 FFM は、2024年の防衛予算の概算要求においては、まず、初回の新造分として、2隻の合計で1747億円が計上されており、初回分であることを考慮して、モモが、身型よりは、1隻あたりの単価が増加することが予期された。すでに、今年2024年6月に、進水を終えているモが、身型護衛艦の9番艦である、ナトリは、その建造費用はおよそ470億円ほど止めされており、目下、身型護衛艦全体が、大まかに、2隻でおよそ1000億円以内で建造されてきた経緯がある。これに比すれば、新型 FFM は、艦隊の大型化や兵装の強化、そして、原材料費の高騰などの要因からもが、
身型護衛艦よりは高額になることは十分に予期できたが、かなりの建造費の増加が避けられない事態となっている模様だ。ちなみにもが、身型護衛艦の建造を担ったのは、三菱重工業者と、当初は三井 &S 造船社の2社であったが、降車後に、三菱重工マリタイムシステムズ社に、艦艇や観光庁向けの船舶の建造事業を譲渡したため、結果的には、いずれも、三菱系の造船企業が請け負うこととなっている。しかし、新型 FFM の新造においては、昨年2023年8月末に、主契約企業を、三菱重工業者、その下請け事業者がジャパンマリンユナイテッド社となることが決められ、まず、前社が1番艦、後社が2番艦を手掛け、2028年度内に就役させる計画となっていた。この流れが変わったことが確認されたのが、今回2024年8月30日に公表された2025年度の防衛予算の概算要求においてであり、これは2023年度からの防衛費の増額という政策決定を反映した形で、戦後最大の8兆5389億円になる見込みが防衛省から発表されたものだった。この2025年度の防衛予算の概算要求総額8兆5389億円の内訳として、通常の陸海空領域における能力の強化の一環として、各装備品への大まかな予算が明示されたが、ここで、県の新型 FFM の建造については、3隻で総額3140億円との記述がなされていたのだ。これは、昨年に示された2024年度分の防衛予算の概算要求にて前述したように、2隻合計で、1747億円、1隻あたりおよそ873億円超とされていたものが、3隻合計で3140億円、1隻あたり1046億円超に改められていることが明らかとなったと言えよう。いずれにせよ、新型 FFM にまつわるこれらの概算要求上の金額は、初年度の建造分の費用の試算であり、単純に隻数で割って算出された単価は、さほど、大きな意味を持つとは言えない点を差し引いても、隻数、金額ともに増加していることは間違いない。この2025年度の防衛予算の概算要求に際して、その使途内容を防衛省がまとめた、防衛力抜本的強化の進捗と、予算、令和7年度概算要求の概要という PDF ファイルの資料はインターネット上において公開されており、誰でも閲覧が可能になっている。この、防衛力抜本的強化の進捗と、予算、令和7年度概算要求の概要という PDF ファイルの15ページ目に、通常の陸海空領域における能力の強化に充当する費用の総額は約1兆1446億円と記載されており、これは、全体の8兆5389億円のおよそ 13% 強にあたる。ここにおいて、2025年度の防衛予算の概算要求は、15の区分によって分類されているが、最多額は、自衛隊の持続性、強靭性を高めるための装備品等の維持整備に計上されたおよそ1兆7511億円で、全体のおよそ 20% を占め、これは、74式、90式の各戦車や多連装ロケット砲、MLRS などの、いわゆる一線を退いた装備品の保管に充てられる。そのため、通常の陸海空領域における能力の強化に充当する費用の総額約1兆1446億円は、これから調達する新規の装備品においては、最高額を占めている形であり、その中でも、新型 FFM の3隻合計で、3140億円は、最も高額な予算である。新型 FFM の使用に関しては、基準排水量が4800トン前後、満載排水量が6200トン、全長が 142.0 メートル、全幅が 17.4 メートルの艦体を持ち、コダグ方式の機関部を搭載、最大出力等は不明だが、最大速力は30ノット以上と召されている。もっとも、新型 FFM ともが身型護衛艦とで異なる点は、主兵装である MK41VLS 垂直発射艦の搭載数にあると見られ、前者が
16セルと艦隊の大きさに比して控えめだった部分が倍の32セルに増強されることが有力視されている。日本が現在の仮想敵国としているロシア海軍のアドミラルゴルシコフ級フリゲートや中国海軍の黄海あやい型 054A 型フリゲートも VLS 垂直発射艦の数は32セルを実装しており、新型 FFM では火力の強化が盛り込まれたと考えられる。前述した防衛力抜本的強化の進捗と予算令和7年度概算要求の概要の中では、新型 FFM は長射程ミサイルの搭載、対潜戦機能の強化等、各種海上作戦能力の向上を目的とするとだけ記述されており、詳細については未だ不明点も多い。特にここで触れられている長射程ミサイルの搭載とは、艦対空なのか艦対艦なのか艦対地のことなのか、その使途については記述はないが、イージス護衛艦にトマホーク巡航ミサイル等の対艦対地攻撃用の装備を行う点から、個人的には対空用途が主ではないかと想像している。もが型護衛艦は多目的運用を可能とし、従来の掃海艇が担ってきた機雷の敷設と撤去も可能で、その運用範囲の広さが特徴です。日本の防衛技術の進化を象徴するものであり、これらの艦が収益することで地域の安全保障環境への対応力が一層強化されることが期待されます。新型 FFM への移行に伴い、技術的進歩や武装の強化が進み、より多くの任務を効率的に遂行できるようになるでしょう。これにより日本は戦術的な柔軟性と戦略的な深さを増すことができ、国際的な安全保障への貢献も拡大する見込みです。